オデッサ。オデッサは、ウクライナ南部、国会に面した、港湾都市である。オデッサ州の州庁所在地で、2015年現在、の人口は約101万人、ウクライナで3番目に大きな都市となっている。面積は、約160キロメートル、ドニエストル川口から北に、約30キロメートル、キエフから約443キロメートル南に位置する。 オデッサは、ウクライナ最大の港湾を備え、ウクライナを代表する工業都市、リゾート地としても知られている。ロシア帝国時代には、国会に面する港湾都市であるオデッサは、ロシア帝国と外国の経済、文化の交流の拠点となっていた。20世紀のオデッサ出身の作家スラービンは、オデッサの人間の気質につい、 何かを理解するためにはどんなものでも手で直に触り、肌噛んで見なければ気の済まない人だったと説明している。オデッサの名称はこの地に古代ギリシアの植民都市オデソスが存在するという五人に由来すると考えられている。実際のオデソスはオデッサから離れたブルガリアのバルナ周辺に存在していい。ギリシア風の名前が付けられた背景には 皇帝エカチェリーナ2世の知世に流行していた古典主義、町の発展に不可欠であるギリシア系商人と植民者の誘致を意図したことが挙げられている。オデッサ、およびその周辺にはキンメリア人、サルマタイ人、スキタイ人、ギリシア人、スラブ人が居住していた。オデッサが位置する場所にはタタール人によってという集落が形成され、15世紀に オスマン帝国によって、カチベイの跡地に建設された、ハジベイという集落が、オデッサの直接の起源にあたる。1764年にハジベイに、エニ・ドゥニア要塞が建設された。ロト戦争の過程で1789年に、ロシア帝国は、ハジベイを占領し、1792年に、締結されたヤシ条約によって、正式に、ロシア領に編入された。 ロト戦争に従軍した海軍中将、オランダ人義士でボランラは皇帝エカチェリーナ2世にハジベイに港を建設することを進言し、1794年から港の建設が開始される。1795年にハジベイはオデッサに解消される。エカチェリーナ2世の死後に定位についたパーベル1世はリバスを首都ペテルブルクに召喚し、オデッサに与えられていた。 補助金と特権が廃止される。パーベル一世の後を継いだアレクサンドル一世はオデッサの経営に関心を示し、1803年にフランス人アルマン・エマニュエル・リシュリューをオデッサの長官に任命した。また、移民の誘致と並行して貿易の振興に必要な公安施設の整備、税制の優遇政策が実施された。リシュリューの下でオデッサは劇的に発展し、 1803年当時9000人だった。人口は1813年の時点で3万5000人に増加し、1804年に234万ルーブルだった。輸出総額は1813年には886万ルーブルに増加する。1812年8月から1814年2月にかけて、オデッサでペストが流行し、 人口の2割程度が死亡したと推定されている。1814年9月にリシュ,リューはオデッサ長官の職を辞し、フランスに帰国した。1819年にオデッサは自由貿易港に定められ、1823年にノボロシア総督に就任したミハイルセミオーノビチ、ボロンツオフのもとで自由貿易港となったオデッサは飛躍的な発展を遂げる。ボロンツフは 経済の振興以外に文化事業、事前事業にも力を注ぎ、彼の在任中に考古学博物館、旧品院、孤児院、老毛学校が設立され、有力士となるオデッサ放置が創刊される。ウゴの竹の子に例えられる急速な発展を遂げたオデッサは幼年期を持たない都市とも呼ばれ、19世紀後半に入った後にも成長は続く。また、 ペテルブルクからの追放処分を受けていた詩人、アレクサンドル・プーシキンは、オデッサ滞在中の一時期、ボロンツオフに仕えていた。プーシキンとボロンツオフの妻は恋仲になり、ボロンツオバ夫人がプーシキンに送った、ヘブライ文字が刻まれた指輪は、オデッサに伝説を残した。プーシキンが指輪を持ち帰ったにもかかわらず、指輪は、オデッサに残されていると信じられ、 指輪がオデッサを死後し続けていると言われている。1853年から1856年にかけてのクリミア戦争においてオデッサも戦火に巻き込まれ、1854年に4月10日にイギリス・フランス合同艦隊の砲撃によって死傷者が、で、ボロンツオフ宮殿などの建築物も被害を被った。砲撃を受けてもオデッサは抵抗を続け、 防御を突破できなかった合同艦隊はやむなく退却する。クリミア戦争時にイギリスのフリーゲート艦から脱出した大砲は海並木通りに置かれ当時の記憶をとどめている。19世紀末にオデッサはペテルブルク、モスクワ、ワルシャワに次ぐロシア帝国第四の都市に発展し、ペテルブルクに次ぐ貿易港となる。1865年に鉄道が開通し、 オデッサ大学の前身である、ノボロシア大学が開校した。生活用水の需要を満たすために1873年に、ドニエストル川の水を汲み上げる設備が建設され、翌1874年に大規模な下水道が完成する。上下水道の整備、市当局による環境、衛生状態の調査によりオデッサはロシアを代表する衛生的な都市として知られるようになる。 1875年に、ロシア発の労働者の政治組織とされる、南ロシア労働者同盟が、オデッサで結成され、1900年にはロシア社会、民主労働党オデッサ委員会が設立された。1905年から1907年にかけてのロシア、第一革命ではオデッサは、革命運動の一拠点となり、1905年6月には、水兵による反乱が起きた。 ポチョムキン号が入港する。革命後に町は落ち着きを取り戻し、穀物輸出と工業生産が上向きを見せ始めた。1914年に第一次世界大戦が勃発した後、オスマン帝国によってダーダネルス海峡が封鎖されたために、オデッサの大貿易は停止し、町は爆撃を受ける。九百十七年の二月革命後のオデッサには、臨時政府、ソビエト権力、 ラーダなどのウクライナ民族派が並立し、それらの勢力に外国の干渉軍も加わって支配権を争った。1918年1月にソビート政権が支配権を握るが、3月から11月にかけてドイツ・オーストリア軍がオデッサを占領した。ウクライナ民族派のディレクトリアの支配を経て、1919年4月までイギリス・フランス連合軍の占領下に置かれる。 1919年8月から1920年2月まで、反革命勢力のアントオン・デニーキンがオデッサを制圧するが、デニーキンはソビエト軍に敗れ、1920年2月7日に、オデッサにソビエト政権が樹立された。2月革命からソビエト政権の樹立に至るまでの騒乱は、オデッサの経済に大きな痛手を与え、町の建築物の4分の1が破壊されたと、 言われている。1914年当時のオデッサは63万人の人口を要していたが、ボリシェビキ政権を避けて多くの人間がロシア国外に脱出し、さらに1921年から1922年にかけての大飢饉が街の衰退をより進め、1924年に人口は32万4千人に減少していた。ソビエト連邦時代にオデッサは、 ウクライナ共和国オデッサ州の州都に定められる。第二次世界大戦期においては、1941年8月5日に、ドイツルーマニア軍がオデッサを攻撃し、2ヶ月以上の戦闘の末に、ソ連軍はセバストポリに撤退したオデッサの戦い。1941年10月16日から1944年4月10日まで、オデッサはナチスドイツ。 ルーマニア連合軍の占領下に置かれ、複雑に入り組んだ地下の石灰岩の採掘跡を拠点としてパルチザン活動が行われた。第二次世界大戦中にオデッサの多くの建物が破壊され、28万に及ぶ人間が虐殺、連行されたが、犠牲者の多くはユダヤ人だった。ドイツ軍に対するオデッサ市民の抵抗を検証され、戦後町は英雄都市の称号を与えられた。 オデッサの工業は第二次世界大戦後も成長し、1970年代には新しい港湾施設が建設された。1970年代後半に人口は100万人に達し、ソ連時代末期の1989年には111万5000の人口を要していた。ソビエト連邦崩壊後のオデッサには一時的に経済的に困窮した時期が訪れる。 2000年3月にオデッサの商業活動を進行するため、約140年ぶりに自由貿易港に指定された。オデッサは温暖で日照時間も多く、古くから保養地として利用されていた。太陽の光に恵まれているオデッサは映画の撮影にも適し、映画スタジオで多くの作品が生み出された。7月の平均気温は22度、1月の平均気温はマイナス3度。 オデッサの民族の中で最大の割合を占めているのは、ウクライナ人69%で、それに次いで、ロシア人29%が多い。ロシア帝国時代のオデッサは、帝国内部から移住した、ロシア人やウクライナ人と、国外からの移住者が混在するオデッサは、多民族都市の性質を持っていた。1803年に、オデッサの長官に就任した、リシュリューの下で、 外国人の商人や職人の誘致が行われ、彼らには軍役の免除などの特権が与えられた。ユダヤ人、ドイツ人、フランス人、ギリシア人、ポーランド人、セルビア人、アルメニア人、ハンガリー人、モルドバ人、ブルガリア人、アルバニア人、トルコ人、ロマなどの民族がオデッサに移住している。また、メノウ派、小儀式派、 スホボール派などの宗教的少数派に属する人間も、オデッサとその周辺に移住した。ギリシア人は、オデッサの発展に、多大な貢献をし、経済の中心となっていた、穀物輸出、ホテルとレストランの経営、文化、公共事業で活躍した。1879年からおよそ4半世紀の間、間オデッサの市長を務めたは、ギリシャ系移民の子孫の一人で、教育施設。 公共図書館の建設を行い、ロシア発の細菌学研究所の設立を支援した。穀物輸出では、ギリシア人だけではなく、イタリア人も重要な役割を担い、イタリア人は、オデッサの文化面においても、大きな影響を与えている。貿易の世界に、ユダヤ人が進出し、貿易活動が停滞すると、ギリシア人とイタリア人の多くは、オデッサを離れ、19世紀後半に入ると、 ギリシアイタリア系住民の数は減少に転じた。ロシア帝国の他の都市と異なり、オデッサではユダヤ人の生活に課せられる制限が少なく、抑圧に苦しむ多くのユダヤ人がこの町に移り住んだ。18世紀後半のポーランド分割後、オデッサにポーランド出身のユダヤ人が多く移住し、19世紀後半には町の人口の35%近くを ユダヤ人が占めるようになっていた。オデッサのユダヤ人は、商業以外に放送、医療といった専門分野で活躍し、病院、学校、孤児院などの社会的な施設を設立した。オデッサは、ロシア帝国最大のユダヤ人都市となり、19世紀と20世紀の変わり目には、人口の約3分の1がユダヤ人で占められていた。 1870年代以降オデッサでは2度の大規模なポグロムが発生し、1905年に起きた最大のポグロムでは1000人の死者が出、5万人のユダヤ人が退去したと言われている。19世紀末からのポグロムに加えて第二次世界大戦によってユダヤ人人口は激減し、1959年当時のオデッサの人口はウクライナ人の27万3千人。 ロシア人の25万4千人に対して、ユダヤ人の人口は10万7千人で、割合は16%となっていた。それでもオデッサは、ウクライナ、ひいては、ソ連最大のユダヤ人コミュニティを有していたが、1970年代からのユダヤ人の大量出国によって、人口の減少に拍車がかかった。ソビエト連邦時代のオデッサでは、ウクライナ化。 ロシア化が進められたために国際都市の特徴が失われ、ウクライナ南部地方の中心都市に変化していった。1930年代にソビエト政府はウクライナ化政策をロシア化政策に転換し、オデッサでも文化的、言語的にロシア化が進展した。オデッサは民族解放運動が盛んな街としても知られ、ロシア帝国やオスマン帝国からの独立を施行する。 運動家、シオニスト、革命家の活動拠点となった。ウクライナ人が多数派であるにもかかわらず、街ではロシア語が支配的な地位を有している。2015年では、家庭で話される言語の割合はロシア語が78%、ウクライナ語が6%、ロシア語とウクライナ語の両方が15%だった。ウクライナ東部、南部の地域と同様に、 オデッサではウクライナ語よりもロシア語の方が多く話されていると言われており、オデッサのロシア語には独特の語彙や言い回しが使われている。多民族都市として誕生したオデッサでは多くの言語が話され、19世紀末には50以上の言語が使われていたという。多民族都市の様相を示していた19世紀後半のオデッサでは、 人口の50.78%を占めるロシア語和社と32.5%を占めるイディッシュ語の和社が二大勢力となっていた。ウクライナ語の和社は3番目に多いものの、ロシア帝国ではウクライナ語の使用、教育が禁止されていたため、5.66%にとどまっている。初期のオデッサで活躍したイタリア人が話すイタリア語は長い間オデッサの主要な言語となり、構成証書。 感情表、価格表だけでなく劇場の広告がイタリア語で表記されていた。ソ連時代のオデッサでは、言語のロシア化が進められ、1990年にオデッサで実施された調査において、市の人口の65%、ウクライナ人の3分の1以上、ユダヤ人の大部分がロシア語が母語だと回答した。デリバス、リシュリューラによって統治された初期のオデッサは、貿易、 商業の発展に重点が置かれ、オデッサの背後に広がる、国葬地帯から集まる穀物の輸出を基盤として、ロシア有数の国際貿易に成長した。19世紀半ばの自由貿易港時代に貿易は、より活発になり、オデッサの穀物輸出で主要な役割を果たしていた、ギリシア人とイタリア人によって、ウクライナの小麦がヨーロッパ中に輸出さ、ウクライナは、 ヨーロッパのパンカゴと呼ばれるようになった。1847年の時点では、ロシア帝国全土から輸出される穀物のうち、半分以上がオデッサから積み出されていた。小麦以外には鉄、麻、ロープ類、比較、重種が輸出されたほか、輸入量も大きく増加し、ワイン、果物、タバコ、絹などの輸入品の一大集積地となった。また、貿易、商業の進行に伴って、 金融機関が整備され、1804年に商業銀行、1806年にロシア発とされる海上保険会社が設立された。1880年代から港湾施設の老朽化やウクライナの対外的な小麦の供給地としての地位の低下のため、オデッサの貿易に陰りが見え始め、輸出総額と輸入総額が減少する。オデッサ最初の工場は、 1799年にフランス人によって建てられた化粧品の工場である。広配置から豊富な原料を調達できるオデッサには、マカロニ、ビール、ウォッカ、ロープ類、ジューシ石鹸、ロウソクなどの加工製品の工場が多く建てられた。19世紀末からは加工工業に変わり、金属工業が成長を見せ始める。ソビエト政権下のオデッサでは、 外国との自由取引が制限されていたために、貿易の役割が低下し、金属工業、機械製造業が主要な産業となった。オデッサに30以上の企業が新設され、古いものは再建された。1940年の工業生産は1913年の水準の8倍に達した。第二次世界大戦後に、オデッサの重要性は低下するが、 工業の一中心地としての地位を保ち続けた。主として、工作機械、鉱山用、農業用機械、クレーン、ウィンチ、ガス発生炉、冷凍機、印刷機、映射機、軽量機などの機械が生産されていた。ウクライナ独立後のオデッサの主要工業は、機械製造、金属加工、造船、食品加工、石油化学などで、ソ連時代と比べて大きな変化はない。 2002年5月には、オデッサとブロディを結ぶ石油パイプラインが完成した。ソビエト連邦時代に保養地としての開発が進められ、サナトリウムや急速の家が建設され、泥や光線を利用した治療が行われた。オデッサの近郊には、アルカーディアなどの B チが点在する。19世紀初頭のオデッサの街並みは、 海賊の集落と呼ばれるように建設が進んでいなかったが、1803年に長官として、オデッサに赴任したり主流によって、街づくりが進められていった。デルバスの都市計画を活かした上で、左右対称の街並みが形作られ、新古典主義様式の建物が建てられていった。建物の建設以外に、波軌道の整備、街灯の設置が進められ、植林が推奨された。 リシュリュー時代を代表する建築物として1809年に完成した私立劇場があり、800の座席と立ち見席を有していたが、1873年に劇場は火災で焼失した。19世紀後半には1884年に完成したオデッサ駅、1887年に再建された私立劇場、1898年に完成した新しい、 証券取引所などのオデッサを代表する建築物のいくつかが建てられた。オデッサの開発にあたって必要な石材は現地で調達され、石材の採掘跡として1 0 0 0トルにわたる地下道が残された。第二次世界大戦期に地下道はパルチザンの拠点となり、一部はパルチザン記念博物館として一般に公開されている。 歩行者道のデリバスイフスカ通りは、オデッサの中心で、商店や安宿が集まっている。もう一つの表通りである高台を通る、プリモールスキー並木通りは、デリバスイフスカ通りとは、対照的に歓声な雰囲気がある。町の各所には、デリバス、リシュリュー、ボロンツオフラ町の建設に貢献した人物や、オデッサに滞在した、プーシキンの像が建てられている。市の中心部には、 ポチョムキン号の水兵を記念するモニュメントが置かれているが、帝政ロシア時代にはエカチェリーナ2世の像が建てられていた。アレクサンドル2世によって建設されたアレクサンドル公園はソ連時代にシェフチェンコ公園に改称され、公園に建てられていたアレクサンドル2世を追悼するモニュメントはシェフチェンコの像を変えられている。19世紀末に市長を務めていた。 マラズリによって市に寄贈され、1899年に美術館として開設された。収蔵品は1万を超え、オデッサをモチーフとした作品を描いたコスタンジ、イバン・アイバゾフスキーの作品も展示されている。19世紀半ばまでに、オデッサに歴史、考古学博物館、大学が設置された。オデッサは、 ウクライナ南部の教育の中心地であり、おはじめとする14の大学や様々な研究機関が置かれている。角膜移植で知られるフィラドフ研究所はオデッサに置かれている。1805年にオデッサに初めて貴族学校が開設され、その後すべての人間に入学が認められた義ラジアが開設される。1817年に2つの学校は統合され、 両方の学校の創立者であるリシュリューの名前に由来するリシュリュー貴族学校と命名された。1860年代にノボロシア地域に大学を設置する計画が持ち上がり、1865年にリシュリュー貴族学校はノボロシア大学に改組された。ロシア革命後にノボロシア大学はいくつかの大学に分割されるが、1933年に統合されて、 オデッサ大学に解消し、1945年からは、大学で教育、研究に従事した医学者、イリアミチニコフの名前を関するようになる。は、貿易港、漁港、軍港の機能を合わせ持ち、世界100カ国、600以上の港から出港する船舶がオデッサに入港している。オデッサ港の全長は、約8キロメートルで、全長250メートル。 喫水12.5メートルまでの船舶を収容できるイスタンブール、ハイハ、バルナなどのウクライナ国外の都市との間にフェリーや客船が定期的に運行されており夏季には地中海などからのクルーズ船が寄港するオデッサは鉄道の重要な拠点でもありウクライナ国内の各都市やモスクワやサンクトペテルブルクなどの旧ソ連の都市と接続されワルシャワ プラハ、ウィーン、ベルリンとの間に定期的に旅客列車が運行されている。1865年にオデッサとバルタを結ぶ鉄道が開通し、1872年に線路がハルキーブ、ハリコフまで延伸されたことで、モスクワ、ペテルブルクと接続された。1880年にはベルギーの企業によって馬車鉄道が開業し、 19世紀末の鉄道馬車の総延長は 80km に達していた。1884年に新古典様式の駅舎が完成する。1944年にドイツ軍によって駅舎は破壊されるが、1952年に原型を活かした建物が再建された。ロシア国内の他の都市よりも早く自転車が流行し、1880年代に 新しいもの好きの市民の間で自転車が流行した。1891年のオデッサでは、ロシア国内で初めて自動車が走り、ベンツ、フォード、オペルなどの店舗が進出した。長距離バスは、ウクライナ内の都市だけでなく、ブルガリア、ギリシアに向かう便も存在する。市街地の南西1 2キロメートルの地点には、オデッサ国際空港が置かれている。1908年に、 オデッサ飛行クラブが設立され、1910年3月には、ミハイル・エフィーモフの乗る飛行機が、オデッサの競馬場から離陸し、ロシア人によるロシア国内での初飛行を成功させた。アレクサンドル・プルシキン、ニコライ・ゴーゴリ、マクシム・ゴーリキーラのロシア分団の作家は、オデッサに滞在し、街を創作のモチーフとした。ロシア革命の直後には、アレクセイ・トルストイ、 イバンブーニンらソビエト政権の樹立を受け入れない、作家が一時期オデッサに亡命した。しかし、20世紀初頭までロシア文学史上に名前を残すオデッサ生まれの作家は現れなかった。ソビエト時代初期の1920年代に、イサーク・バーベリ、ワレンチン・カターエフ、ユーリー・オーレーシャらの作家がオデッサに現れ、1920年代後半にモスクワに移って、 本格的な文学活動を開始し、ソビエト文学界から注目を集めた。オデッサ出身の作家には、社会性、思想性を重視する伝統的なロシア文学とは異なる幻想的な作風、あらすじの重視、オデッサ独特のロシア語文体といった共通性が見られ、評論家のビクトル・シクロフスキーは彼らを南西派と呼んだ。ユダヤ人が多いオデッサは、メンデレス・ホリムや、 ショーレムやレーヘムといったイリッシュの作家ともつながりがあり、ポーランドの詩人、アダム・ミツキエビチ、ブルガリアの作家イバンバ・バゾフは、オデッサ滞在中に作品を書き上げている。ウクライナ文学に対するオデッサの影響は、薄いと言われ、タラス・シェフチェンコ、イヴァン・フランコ、レーシャ・ウクラインからの作家は、文学活動よりも、民族解放運動に従事する形で、オデッサと関わりを持った。 オデッサの貿易において重要な役割を果たしたイタリア人によって19世紀のオデッサにイタリアの音楽文化が広められた。中でもオペラは上流階級から庶民に至るまで人気を集め19世紀のロシア帝国におけるイタリアオペラの中心地はペテルブルク、モスクワではなくオデッサだったとも言われる。オペラ以外の芸術音楽も徐々に根付いていき、 1842年にオデッサ音楽協会が設立され、1860年には公共楽団が結成された。庶民や暗黒外の人間は居酒屋で音楽に親しみ、居酒屋ではバイオリニストが活躍していた。1887年に再建されたオペラバレエ劇場では、ピョートルチャイコフスキー、ヒョードルシャリアピンなどの国内外の音楽家が上演を行った。 1897年に開設された音楽学校は1913年にオデッサ音楽院に改編され、音楽院から多くの演奏家が育がっていった。オデッサでは世界的な名演奏家が多く生まれ、特にダビット・オイストラフなどのバイオリニストが多い。オデッサにはルーマニア、ギリシャ、ポーランド、トルコ、ロシア、ジョージア、グルジアの総領事館が置かれ、イタリア、 南アフリカ共和国、カザフスタン、ラトビアの領事機関、イスラエルの文化機関が設置されている。また、1902年から1934年までの間には日本の領事館が開設されていた。オデッサ支援会地区には、ウクライナ人を父に持つ横綱、大砲の銅像が建てられている。オデッサは、世界各地の都市と姉妹都市協定を結んでおり、その多くが、 国際的な港湾都市である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。